執着。ゴールデンウィークに孫たちが帰省しなかったことへの寂しさからか、祖母が電話口で興味深いことを言ってた。子供というのは何かに執着を見せるものだ。その対象は水、火、石だ。と、男児に多いとも言ってた。それぞれに危険があり、その子が何に執着を見せるのか知るためにも、田舎がある者は子を連れて田舎で生活する時間を持つべきだ、みたいなことを言ってた。とりあえず一番危険なのが水に執着する子。そういう子は用もなく川なんかに出かける。理由はわからない。呼ばれるという言い方をすることもある。俺は渓流釣りや魚取りが好きでよく川に出かけたが、はじめは祖父母によく注意された。一人で行くな、と。ただ、魚を焼いて食うため松の木やライターや塩を持参していたり、よくよく話をすれば、俺の興味は魚を取ることで、どちらかというと火が好きだということがわかり、水の心配はあまりなさそうだと安心したという。オカルトというよりも確率統計的で現実的な話なんだろうが、川なんかが好きな子はやっぱり溺死してしまうことが多く、水に執着を感じさせる子は目を離さないように、と。ところで渓流釣りなんかやる人には通じる感覚なのではないかと思うけど、川辺に立って釣り糸を流し、川面を見ていると、ぼーっとして意識が飛んでる時がある。そういう時って、ふと我に返ると、足元で魚が腹を見せて背中をこすっていたり、驚くほど自分が自然に溶け込めていたりする。でも、そういう時間が危ないっちゃ危ないのかな、と思う。火に執着するというのは一番わかりづらいのだそうだ。大抵隠れてタバコ吸ってみるとかそういうのとセットになってるから。本人自身も自分が火を見たいのかタバコを吸ってみたいのか自覚を持ちにくい。自分が火を好きなのだと気づくのは大抵一人の時で、無意味な火遊びをするものだという。俺は完全にこのタイプで、小学生の頃やたらにライターが欲しかった時期がある。ターボライターとかオイルマッチとか小遣い貯めてはいろいろ買っていた。ライターが好きだと思ってたんだけど、火に魅せられてたんだなと振り返って思う。これも現実的な話なんだけど、そういう子は家を燃やしちゃったりすると。でもそいつ自身が火の元なので案外身の危険にさらされたりはしないのだそうだ。一番先に逃げられるから。厄介なのは嘘つきになること。自分が原因の火事を起こし逃げる時間があるものだから言い訳を考えたりする。俺は幸い火事を起こしたことはないけれど。石に執着する子。俺は全くその気がないからわからないんだが、外へ遊びに出て石拾って帰ってくる子。俺の友達にもいたが、何が面白いのかよくわからなかった。これが一番オカルトな感じがするんだけど、祖母の言い方を借りれば、人や縁に関わる不幸を招くんだそうだ。しかも、それがいつどういった不幸を招くのか、全くわからないから手に負えないと。適当なことを言って注意すれば拾ってこなくなるだろうが、問題なのは石の中には一発大当たりなものがあることらしい。つまりその石に興味持っちゃった時点で作用してしまうものがあるということ。そういう子は何か起きる前にお祓いだとか見てもらうとかしてもらえと。特に体験も物語もないけど、なんとなく身に覚えのある話だったので書いてみました。
結構当てはまる人多いんじゃないかな。浴室。俺がまだ小学生だった頃、近所には少々不出来というか、今にして思えば軽度の発達障害を持っていたのであろう一つ下のお子さんがおってね、親同士の仲がいいのでよく俺の家で遊んでいたんだ。その子は口数が少なく、俺の言動に妙にちぐはぐな反応をする。泣くところや大笑いするところは見たことがなかったな。そして何度となくその子が家に出入りしていくうちに気づいたんだけど、遊びに来るたびになぜか必ず浴室の電気をつけていくんだ。用もないはずの浴室、俺が気づかないようなタイミングを見計らうように。アホガキの俺は特に気にも留めず、毎回律儀に消灯してやっていた。数年が経ち、6年生になった俺は相変わらずそこそこの頻度で訪ねてくるその子と遊んでいた。浴室の電気をつけていく謎の行動も相変わらずで、少し成長した俺はようやくその異様さに気づくようになっていた。そしてある日、その子が浴室の電気のスイッチを押す瞬間を珍しく目撃した俺はついに聞いたんだ。どうして毎回お風呂場の電気をつけていくの？って。瞬間、その子はぎょっとするほど目を見開いて俺の顔をじーっと見つめてきた。うっと思ったけど、俺は何もおかしなことを聞いてない。変なことをしてるのはそっちなんだ。強気で、うちに来るたびに電気つけていくよね。変なことするのやめてよ。と続けて電気を消そうと手を伸ばすと、その子の表情がさらに険しくなった。それどころか見開いた目から涙を流して、尋常じゃない勢いで首を横に振りながら、俺の腕を掴んでくる。振りほどこうとしても離してくれない。とても子供の力には思えなかった。さすがに意味がわからず、俺はひたすら怯えてた。あまりのことに泣きながら逃げようとした。本当に怖かった。聞いてはいけないことを聞いてしまったのかもしれない、と思った。その直後のことはよく覚えていないけど、特に騒ぎにもならず、その子は普通に帰ったんだと思う。俺も一晩経てば落ち着いたし、普通に生活してたはず。ただやはりというか、その子のことは何気なく避けるようになり、その子も次第に家に来なくなった。正直ほっとしたし、徐々にあの日のことも忘れていった。半年くらい経って卒業式も近づいてきた頃、浴室の電気の調子がおかしくなった。電気をつけて風呂に入ってても勝手に消えてしまうことが多くなったんだ。親は電球が弱ってるんだろう、近々新しいのを買ってくる、なんて言ってたし、俺もそんなもんだろうと思ってた。消えてしまっても一旦風呂を出てまた電気つければよかったしな。そんなある日、浴槽でぬくぬくしていると電気が消えた。まさかと思って立ち上がろうとした瞬間、触ってもないシャワーから勝手に水が出てきた。壁にかけてある父親のひげ剃りが落ちた。ゾッとして全身に鳥肌が立つのが分かった。頭が真っ白になっていく感じがして、なんかやばいと本能で感じた。全力で立ち上がり、浴槽を出て扉を引いたが、ロックされているように開かない。鍵なんてついてないのに、いくら引いても動かない。え？え？と思うのと同時に、背後に何かがいる気配を感じた。もうパニックで、あまりのことに声も出せずに、扉をめちゃくちゃに叩くしかなかった。
真っ暗な浴室ですぐ後ろに何かの気配を感じながらひたすら助けを求めた。泣きながら心の中で助けてと何度も叫んだ。背後からはコンコンココッと甲高い音がする。後ろにいる何かの声なのか、ものすごく耳につく嫌な音。振り向いたら終わると感じた。一心不乱に扉を叩いて引いて、しかし扉は開かない。背中に何かの息が当たる感じがして、もういよいよダメだと思った。膝の力が抜けて、その場に倒れ込みそうになった。その時、突然電気がついて扉が開いたんだ。俺は後ろに倒れて尻餅をついた。開いた扉の向こうに汗をかいて息を切らしたその子の姿があった。俺はさぞ情けない顔をしていただろう。そんな俺を見てその子は安心したように笑った。助かった。そう感じて俺は気を失った。長くなったけど怖い体験はこれで終わりっす。寺とか行ってないから出来事の詳細もわからない。ただ親には全部話して割と近いところにだけど引っ越した。それ以来変な体験はしてないな。ちなみに俺を助けてくれたその子はあの後また家に遊びに来るようになった。中学生になってからは徐々に口数が増えて友達もでき、高校卒業を控えた今となってはすっかり健常で快活な女性に成長しました。当時のことをあまりよく覚えていないみたいだけど、あの家の浴室から嫌な気配を感じていたこと、少しでも明るくしておきたくて電気をつけていたことを教えてくれた。あの日の夜は俺の身に良くないことが起こると直感で感じたんだってさ。一体あの浴室に何がいたのか、今もいるのか、いつからいたのか、何もわからないままだけど、俺の話は以上です。人のようなもの。昨日、というか今朝の話。今住んでるマンションが定期改修中で、壁を全部塗り替えるとかで足場が組まれた上に窓を全部ビニールで養生され、全く外が見えない状態。半透明ビニールでの養生だからある程度の光は入ってくるけど、すぐそこの足場を工事の人がうろうろするから、カーテンも閉めないと落ち着かないし、本当に暗いし、鬱陶しい。せめて夜はカーテンだけでも開けてるんだ。もちろん真っ暗で何も見えないけど。そんな状態で昨日の晩のこと。夜更かししてしまって、朝の4時過ぎくらいかな。そろそろ寝ようと思って部屋の明かりを消したんだ。そしたら、窓の方がぼんやり明るい。外は真っ暗だし、夜には工事の人も当然いないし、明かりなんてあるわけないんだけど。一度外したメガネをかけ直して、よく見ようと窓を振り向いたら、べったり人型の何かが張り付いてた。ぼんやり光ってるのは、そいつの体。夜光塗料を塗ったみたいな、ちょっと緑がかった光。肌に半透明のビニールがくっついて、妙なシワ感があった。長袖の T シャツのようなものを着て、下半身はよくわからなかった。ほっぺたも鼻も口もべったりくっつけてるんだけど、目の感じはよくわからなくて、でもまだ目は合ってないって感じた。こっちに気づかれたらまずいと思って、ゆっくり視線をそいつの顔から外し、でもそいつの体の一部が見える状態にして、もしそいつがちょっとでも動いたらダッシュで逃げるつもりだった。ワンルームの部屋から出て玄関の方に行き、そのまま様子を伺ってた。
玄関からも窓の光はぼんやり見えてたから、それが消えるまでそこにいようと思ったんだ。何かあったら玄関から逃げられるように。音がするのが怖くてドアチェーンはかけたままだったけど、鍵はゆっくり外して、何かあればすぐ外して飛び出す気満々だった。しばらく部屋の方を見てたら、ふっと光が消えた。ほっとしたけど、当然今度は真っ暗で別の恐怖が襲ってきた。今電気つけたら奴に気づかれるかも。でもこの暗い状態で奴がまだ待ち構えてるかもしれない部屋に戻るのも怖い。さっき冷静に逃げたつもりだったけど、やっぱりちょっとパニクってて、携帯も部屋に置いてきてしまってた。怖さでしばらく逡巡したけど、もう部屋中の電気つけてカーテン閉めて今日は寝よう、と決意し、まず玄関の電気をつけた。そしたら、ガラガラバシャンみたいな、廊下をすごい勢いで何かが走ってきて転んだみたいな音が聞こえて、ついでドアをバンバンバンってものすごい勢いで叩かれた。自分は玄関とすぐそこのユニットバスの電気つけたばっかりで、そのまま腰抜かしてしまったようになって動けなくなった。ドアを激しく叩かれた後、ドアノブが回って、ドアがさっきまでの激しさが嘘みたいにゆっくり開いた。そういえばさっき逃げたくて鍵を開けたんだった。となぜか冷静に考えたけど、全く動けなくて、ただそれを見ていた。ドアはチェーンをしたままだったからすぐ止まった。そしたらしばらく音が止まって、隙間からあの光る手と顔が覗いた。さっき窓に張り付いてた時は気づかなかったけど、普通の人間よりかなり大きかった。ドアの隙間から鼻と口、そんで太い指をねじ込もうとしていた。大きすぎて指も数本しか入らなくて、チェーンに引っ掛けて外そうとしてるけど、うまく触れないみたいだった。こっちを覗き込んでくるわけでもなく、ひたすら鼻と口、つまり顔の中心から押し入ろうとするみたいにぐりぐりねじ込んできて、でも当然入るわけない。これが不思議なくらい無音の状態で続いた。ドアだけが押し付けられるたびにチェーンと擦れてガチャガチャ言ってたけど、それでもそんな激しい感じではなく、ゆっくり。顔と指がゆっくり押し入ろうとするたびに、ガチャ、ガチャ、みたいな感じでゆっくりなって、めっちゃ怖くて腰抜けてるんだけど、どこか現実感がなくて、映画を見ているような感じだった。どれくらいの時間だったかわからない。鳥の声が聞こえた。それで外がうっすら明るくなってるのがわかった。そしたらその顔がふっとドアから離れて、指も抜けて、そのまま静かになった。腰が抜けたまま長時間同じ姿勢でいたから体が痛くてうまく動けなかったけど、なんとか立ち上がってドアを閉められるようになるまで、もうそいつは現れなかった。何が何だかわからない。このマンションに住んで1年半、こんな経験どころか金縛りすらあったことはなかった。曰くなんて聞いたことないし、改修工事で薄暗い以外の不満を感じたこともない、気に入ってた部屋だった。今日明日は会社の友人の家に泊めてもらえることになり、土日のお昼にある程度荷物まとめて一旦実家に帰る。大家さんに話も聞きたいけど、正直衝撃的すぎて、もうあの部屋に戻る気になれない。多分引っ越すことになると思う。危険物件。関西の大学を出て東京に10年以上住み、その間に2回引っ越しました。同じ学校から東京に来た面々も、久しぶりに会って話すと、大抵一度は引っ越しをしていて、
物件選びの話になりました。話が盛り上がると、誰が始めたのか事故物件の話になりました。私も東京へ来たばかりの時に、池袋駅周辺の5万の事故物件を内見していて、その物件は一月前に中国の人が亡くなり、血もきれいに掃除されているとのことでしたが、唯一ある窓の外が壁で、異様に雰囲気も悪く、やめた覚えがあります。そんな経験もあるので、他の人の事故物件の話には興味津々でした。一通り聞いた話や不動産の知り合いの話などが終わった後、ある者が、俺、最近引っ越しの時、それ系の門見た、と言い出しました。皆食いつきましたが、その彼が言うには、そこは広さの割に異様に安かったので、仲介業者にここを見たい、と言ったそうです。すると、おすすめしません。実質、使える部分が広くないので、という答えが返ってきたそうです。その時点でこれはやばい、と思ったそうですが、とりあえず見てみたい。行けそうならそこにするかも、と言ったそうです。すると不動産屋は、何度も聞いたセリフ、という顔をして、しぶしぶ承諾したので、その時点で、知人は大勢が見てから辞めた、ということが分かったそうで、辞めようかとも思ったそうですが、大したことがない可能性もあるので、結局行ったそうです。物件周りは、まず最初に外れから、という仲介業者の提案で、いきなりそこへ行ったそうです。入る前に間取り図を見せてもらい、23区内のそこは36平米くらいの広さの物件で、それでいて4万円弱だったそうです。入り口からまっすぐ廊下で、右にまず水回り、次に右に引き戸、まっすぐ進むとキッチンで、L 字に右に曲がると、最初の引き戸と同じ部屋に通じる引き戸、突き当たりに一部屋、という構図だったそうですが、その最初の廊下とリビングの引き戸に L 字に囲まれている一番大きな部屋が問題で、開けるな、ということでした。住んでいる間開けてはいけない、ということは実質使える場所が半分、ということで、知人はさすがに脅かしすぎだろう、と思ったそうです。実際に物件に入ると、とにかく薄暗い。壁紙が白なのに、空気にセピアの色がついた感じ、だそうです。で、一通り部屋を案内された後、仲介業者が、問題の部屋を見せると言ってきたそうです。開けるのは良くないが、とにかく見ないとわからない。でも住むなら、開けるのはこれで最後。と言われた知人は、仲介業者が引き戸を開けるのを、一歩引いて見守っていたそうです。開けると畳だったそうです。一歩前に進むと、強めの口調で、あ、入らないでください。眺めるだけ。と言われたそうです。左の仏壇は見ないでください。と続けてすぐ言われ、目の端に黒い仏壇が閉じて置かれてあるのが分かったそうです。戸を開けた瞬間に物件内の空気が重くなって、すぐに出てもおかしくない空気になった。一人であそこにおるんは想像もできん、ということでした。その後に、今回開けるのはしょうがないけど、入ったらアウト。仏壇は見るのもアウトだけど、開いたら完全にアウト、と言われたそうです。やはりやめたそうですが、車に戻って安心した仲介業者の人が言うには、死んでます。と言われたそうです。入った人が短期間で死んでるそうです。逃げ出した人も何人かいるということでしたが、いろんな人の話を統合すると、廊下で頻繁に女に会う。玄関を開けたら角を曲がっていく後ろ姿が見える。追うといない。仏壇から老人が出てくる。出てくる時は動けない。出てきた瞬間にみんな飛び出して逃げている。この二つは共通していると言われたようです。
話は以上ですが、多分自分もこの物件はやめるだろうと思います。霊感とかそういう話はなかった。みんな見る、と言ってた。とは、知人の段です。おまじない。妻が人身事故で電車が止まり、帰宅が遅くなるというので、小学生の娘を風呂に入れている時に、娘から聞いたおまじないの話。娘曰く、好きな男の子と両思いになりたい時にするおまじない、とのこと。やり方はちょっと面倒。まず、自分の名前と、両思いになりたい男の子の名前を赤い水性マジックで紙に書き、それを水の入ったガラスのコップの中に入れて溶かす。溶かしたらそのままコップごと、ある場所に持って行き、呪文を唱える。呪文は、自分の名前と両思いになりたい男の子の名前を交互に頭の中で3回ずつ唱えるだけ。その後コップの中の水を小指の先につけて、濡れた指先で眉間、鼻の下、顎の下を軽く触る。これでおしまい。コップはそのまま、ある場所に置いたままにしておき、置いてから5日の間に雨が降ってコップの中の水が溢れたら、神様の力で願いが叶うらしい。子供らしい無邪気な話だ、と思い聞いていたが、ある場所について教えてもらった時に、俺は湯船に浸かりながら背筋が凍る思いがした。俺は今までずっと地元から離れずに生活していたから、その場所のことはよく知っていた。でもまさか、そこの話がそんな風に変化しているとは思わなかった。そのある場所とは、地元の駅と隣の市の駅とのちょうど中間にある踏切のことだった。一見すると小さな何の変哲もない踏切なのだが、俺たちが小学生の時、その踏切は2ヶ月の間に4人の命を奪った人身事故を起こしたことで有名な踏切だった。その人身事故は1ヶ月に一度発生し、事故のたびに必ず2人亡くなった。しかも亡くなる2人は必ず恋人同士だった。駅間の踏切でスピードが出ているせいか、二人の遺体は車両の下に潜り込み、区別するのが難しいほど粉々になって混ざり合っていたらしい。そんなことが続けば当然嫌な噂が立つ。その噂は、恋人に振られた女性が雨の日にそこで自殺をして悪霊となり、仲睦まじい恋人たちを雨の日に見かけると線路に引っ張り込んで殺す、というものだった。それだけ聞けばよくある都市伝説なのだが、実はその噂がまるっきりデタラメではないことを俺の同級生はよく知っていた。その恋人に振られて自殺したと言われている女性が、同級生の年の離れた姉だったからだ。団地の同じ棟に住んでいた俺や何人かの同級生はその人の通夜にも参加した。俺はその通夜の場で口さがない大人たちの話を聞いて事のあらましを知った。そいつの姉さんは踏切で自殺したこと、遺書に好きだった男性が彼女と相合い傘で歩いているのを見てしまい、悲しくてもう生きていくことができない、と書かれていたこと。噂になる段階で恋人に振られたことに変わっていたり、亡くなった同級生の姉がものすごく綺麗な女性だった、とか変化した部分もあった。でも、踏切の場所や亡くなった時間、そして雨の日に亡くなったことなど、基本的なことはそのままだった。そしてやがてその噂がある程度有名になってくると、今度は、
その噂に妙なおまけがついてくるようになった。それは、好きな人に恋がたきがいたら、恋がたきの名前を紙に書いて、九段の踏切に置かれた献花台の花瓶にその紙を入れると、悪霊が恋がたきにたたりを起こしてくれる、という物騒なものだった。不謹慎な噂に装飾された罰当たりなおまじないだったが、実際に友達の姉の死後、四人の男女が亡くなっており、そのおまじないは一部の女子たちの間で強く信じられていた。そして噂が広まりきった時、どういったわけか、亡くなった女性の母、つまり俺の同級生の母親にまでそのおまじないが伝わってしまった。その後、同級生の母親は娘恋しさで、深夜に何度も献花台のそばで寝巻き姿のまま徘徊する姿が目撃されるようになり、ついには完全に心を病んで、同じ踏切で自殺をしてしまった。通夜の席で、俺は再び口さがなく噂話に興じる大人たちから、献花台の花瓶の中に亡くなった同級生の母親の名前が書かれた紙が見つかったと盗み聞いた。やがてあまりに続いた悲惨な事件に、さすがに不謹慎すぎる、と噂話も下火になった。姉と母親を亡くした同級生は、その後すぐに引っ越してしまい、その後どうなったか、俺は全く知ることができなかった。通夜の席で泣きもせず呆然としている同級生を見ていたから、この町から離れた方がいい、と誰もが思っていたから、引っ越しの理由はクラスのお別れ会でも誰も口にすることはなかった。そうしてやがて、俺もそんな事件のことなどすっかり忘れていたわけだが、娘の一言で思い出したくもない記憶がありありと蘇ってきてしまった。娘の髪を乾かしながら、詳しい部分を濁しながら過去の事件を説明し、娘には悲しい事件があったところだから、面白半分でそういうことをしてはいけない、と諭しておいた。ただ、俺にとってもそれは大昔の事件であり、ちょっとした好奇心で、神様はどんな力を使って両思いにしてくれるのかね、と娘に問いかけたところ、娘は、よくわかんないけど、と前置きをして教えてくれた。なんかね、絶対離れないようにしてくれるんだって。俺は思った。そりゃそうだろ。ひき肉が混じり合ったら誰にも分けらんねえよ。娘には改めて、絶対にその場所に近づかないように強く言い聞かせておいた。